何これ ヨガ？個人的にはこの人がすごい好きだな。怪しい。大牟田市動物園ってさ、すごく動物福祉を大切にしている動物園で。はい、皆さんどうも、ココです。プラネットズやっていきます。よろしくお願いします。毎週水木は動物が主役のゲームということで、やっております。一緒に仕事の疲れを動物たちに癒してもらって、また土日に向けて頑張っていきましょう。さて、ここ数回にわたって雪国エリア作りました。この広大な敷地拡充もあってか、なんとスタッフの数が150名になりました。すごい数。きっとね、200、300もあっという間だと思いますね。引き続き従業員たちと一緒にこのココズーを素敵な場所にするべく頑張りたいと思います。ということで今回は雪国エリアの斜め手前、ココ園長が住む謎多き山の麓部分にお猿さんエリアを作りたいと思います。それでね、お猿さんはね、来園者が飼育エリアに入るの可能なので、歩道も作りたいと思います。ちなみにお猿さんといえば、大牟田市動物園っていうところに僕は思い出があって、ひょんなきっかけで視察させてもらったことがあるんですけど、そこもリスザルと、怠け者もだったかなとかを、まあ、お客さん飼育エリアに入って見れるんだけど、僕周りがビビるほど、すごく動物に懐かれる人なので、肩にね、リスザルが乗ったんだよね。写真載せときます。それで、その飼育エリアにいたお客さんみんなに写真撮られるっていうのがあって、それがまあ僕のリスザルというか猿の思い出ですね。今回の動物はキツネザルなんだけどね。それで、大牟田市動物園ってさ、すごく動物福祉を大切にしている動物園で、まあ、その有意義さもあって最近映画化もされた動物園なんだけどね。環境エンリッチメントっていうのを追求している動物園で、動物たちが心身ともにもう健康的に生活できるように、もうそれが何よりっていうものを環境エンリッチメントって言うんだけど、その信念がもうスタッフに浸透しまくってる動物園で、ほんとかっこいいんだよね。日本で一番好きな動物園かな。なので、福岡県の大牟田市ってところにあるので、ぜひ機会があったら行ってみてください。ちなみにそこで候補している方が結構凄腕で、アメリカとかで活躍していた人なんだけど、今も交流ある方なんだけど、なんとこのココズーを見ているらしいです。でも本当にありがたいよね。で、まあただの思いつきだけど、なんかその方にココズー最終回、園内ツアー会、まあ、最終回は園内をね、ツアーして終わろうと思うんだけど、そこにね、ちょっと音声参加してもらって、まあ、いろいろ動物のことを話してもらうとか、ココズーにコメントもらうとか、なんかめっちゃ面白いかなと、ちょっと思ったりはしてます。まあ、実現しない気はするけど、一応そんな風にね、思ったりもしている。まあ、そんな感じで、ココズーもいよいよ制作折り返しに近づいてきたけど、引き続き、頑張りたいと思います。はい、ということで完成しました。謎の建物の中にはスタッフルームや餌を作る小屋などが入ってます。ではでは、本日お迎えする動物は2匹です。まず1匹目はこちら、ワオキツネザルです。アフリカのマダガスカルにいるお猿さんですね。映画マダガスカル見たことある人にとっては、踊るのスッキースッキーってやつでおなじみですね。はい、そして
このワオキツネザルには一緒の飼育エリアで暮らすと生活が充実するらしい動物がおります。そちらが赤襟巻きキツネザルです。2匹ともすごくこういうちっちゃいお猿さんに特有なやつで、自分の子供じゃなくても背中におぶって育てたりとかね、本当に家族が大きい家族みたいな、そういう習性があるので30匹ぐらい最大飼育できるんですけど、今回はね8匹ずつの16匹、ココズーに迎え入れようかなと思います。ほんでね、スペースは210平方メートルでいいらしいですが、体小さいしね。ただ僕は例に及んで10倍の2300平方メートルを用意しました。動物福祉だよ。うん、環境エンリッチメントだよ。さて、到着しました。ダンボール小さいね。ああ、お猿さんも小さい。先に赤襟巻きキツネザル来ました。うん、かわいいね。かっこいいな、ちょっと。そしてやっぱり尻尾長い。さてさて、植物などもろもろ設置が終わりまして、続々と今16匹のお猿さん到着してるんで、観察してみたいと思います。こっちがねワオキツネザルです。このビジュアルはね、見た目見覚えある人多いんじゃないかなと思います。おお、早速登ってくれた。ツタが機能すると嬉しい。おお、ジャンプした。あー、よかった。いいね。このツタの設置結構大変あったから嬉しいな。すごい。これもっとツタ増やした方がいいかな。いいか。折り方がトラと一緒やな。なんかキツネも猫っぽいしな、トラも。何これ。ヨガのポーズですか。あれか、毛づくろいしてって感じなのかな。なんかあるよね、こういうポーズ。これで他の猿に毛づくろいしてもらう感じの。ヨガではないね。すごい。おお、ピアノ弾いてる。ナイス演奏、ありがとう。すごいな、やっぱり頭がいいね。さて、入り口はこんな感じになってます。お客さんがねだんだん入ってきました。そうだね、お客さん視点でちょっと入ってみようかな。一人称でね。このお客さん偉い、看板見て勉強しとった。その前を通っていくカップル、頑張れ一人お客さん。このなんかだんだん上がっていく感じがね、やっぱワクワクするからいいよね。あ、いい感じ。すごい、山が生きている。そしてお猿さんとご対面です。いいね、なんかここで生活してるって感じが、飼育されてるんじゃなくて生活しているって感じがいい感じだなと思います。子供にも大人気、ちびっ子はしゃぎ、大人もはしゃいでるけど。
この男の人が一番はしゃいでる。お前一人だったんかい。家族じゃなかった。そして個人的にはこの人がすごい好きだな。怪しい。一人でずっと立ってんだけど。さて、赤えりまきキツネザルとワオキツネザルのお食事タイムです。山の頂上にココ園長住んどるからさ、ここの飼育エリアやっぱ関わりやすいみたいで、すげえ来る園長。そして16匹もいるとすっげえ勢いでご飯なくなるね。かわいいね、ワオキツネザルの寝顔です。ベッド用意してるんだけど、全然違うとこで寝るね、キツネ。キツネじゃないや、お猿さんは。うん。まあ、いいことだよ。今、水飲んでんだけどさ、この後ろ、右後ろ、わかります？ああやって、壁の裏入っていくの、見えますか？一応こんな感じで、お客さんの目線から隠れて寝れるように秘密の空間を作っときました。動物福祉。やっと正規の場所で寝てくれてる猿を発見した。ありがとう。そんなこんなでね、やりましょう。今回もここず今日の動物豆知識。イエーイ。はい、プラネット2さんがまとめてくださった、豆知識から一つ皆さんにご紹介するコーナーです。今日はね、2種類のお猿さんの豆知識やりたいと思います。まずは赤襟巻きキツネザルさんの方から、本日はこちらになります。赤襟巻きキツネザルはとてもよく鳴く動物で、叫び声で捕食動物の危険を仲間に知らせる。なんかずっと泣いてるなぁと思ったんだよね。なんかお腹空かせた猫みたいだなぁと思いながら飼育エリア整備していたんだけど。うん、そういうことだったんだね。そしてこちら、ワオキツネザルさんです。豆知識一つ共有したいと思います。こちらです。ワオキツネザルの尻尾は体より長い。めっちゃシンプル。だけど、ナイスインパクト。そうなんだね。尻尾はさ、木の上を動き回る上でバランス取るために大事なんだってね。うん。はい、そんな感じで今日の豆知識でした。かわいいね。だんだん後ろのヨガポーズも、あ、こっちもヨガポーズだ。あ、来た。ゆず黒い。いいね、嬉しそうだね。そういう意味ではお猿さんの数増えた方が毛づくろいしてもらえるんだろうな。はい、2種類どちらも赤ちゃん誕生しました。こちらはワオのタフリ君です。ちっちゃいね。大人と並んだら多分よりわかるけど、子供だけど、子供なりな木登りしてくれてる。ちっちゃいな。頑張れ、大丈夫か？渡れる？落ちちゃダメだよ。おお、ナイス。やっぱ大人でか。これこそ尻尾、赤ちゃんでもこんだけ長いんだね。おお、すごい。これは本当のお母さんなのか、違う人なのか、違う人でも絡んでんのかな。なんかやりそうだよね、お猿さんなら。いいね、今の触れ合い。そしてこちらが、赤襟巻きの赤ちゃんのオキティアナです。なんかワオキツネザルより大きいね、ちょっとだけ。赤ちゃんでもめっちゃフルコース並みに登り続けてくれた。ありがとう。
おお、水の飲み方かっこいいな。ちっちゃい赤ちゃん届かないからね、本来。お猿さんだからこそのモーションは嬉しいな。大人が全然起きてくれないから、うろうろしてるね。あ、いいね。赤エリマキキツネザル側の触れ合いですね。両方取れた、嬉しい。赤エリマキの方が赤ちゃん個人的には好きだな。はい、そんな感じでね、今回はワオキツネザルと赤エリマキキツネザル、アフリカを代表する2匹のお猿さんの共存エリアを作りました。実際アフリカでね、もう個体数どんどん減ってしまってるので、本当にこういう的なね、かっこいいお猿さんたちが絶滅しないでほしいなと思います。ということで、次回からはオーストラリア編に突入ということで、3種類のオーストラリアの動物をお迎えしたいと思ってます。そして毎週水曜日木曜日は動物が主役のゲーム、これからも上げていきますので、動物好きな人、プラネットズーちょっと面白いなと思う人、ぜひチャンネル登録をしておいてもらえると嬉しいです。コメントもね、もらえるととてもやる気になるので、ぜひぜひお待ちしております。こんな感じで終わりかな。はい、それでは皆さん、今日も良い一日を、明日も良い一日を。じゃあ、またね。